どこやね。一体どこですか。到着しましたなってんだけどね。あ、ここになんかある。はい、ここ書いてある。天然記念物かい。フレネック神社、市東林。いやー、書いてないね。熊野神社。稲荷神社。春日神社。都並神社。ああ、わからんな。上上がるのかね。やっぱ上上がらなあかんか。上上がってみましょうか。30万ばかりの階段が上がってね、田所付近にあるのかね。いやー、なかなか苔が生えて雰囲気ですね、これね。これなんだ、これは、これは何でしょうかね。いやはや大砲かね。すごいね、これは。ほら、ステージの遺品かね、すごいね。ジェルモーターでわからんか。この横上がってみましょうかね。大概ね、勘で行けるんやけどね、珍しいね、わからんっていうのは。なぜ全然あかんからね。いやー、ありそうじゃないね、これはね。どう見ても見えるからね。ちゃんと自分で入れるの。到着しました。到着しましたか。どこにあるんですか。それらしいもん見当たらんねんけどね。到着しました言うてはんねんけど。これは違うやろ。これ違うね。もっと見上がってみましょうか。到着しましたはいいんですけどね。なるほど、ここから横に今歩いてはったんやね。横になんか行ってはるなと思ったらね。もう石垣がね、ちょっとね、ちょっと危ないですよ、これはね。随分膨らんでますからね。飛んでるんでございます。よっしゃ、飛んで。お、なんか見えるよ。ここか。ありました、ありました。うろうろしょったらね、着きました、着きました言うからね。ここやがったとこへ。はい、失礼します。
全然違うところで着きました時があるからね。ここでございます。藤井神社も。ここね。こんな山の上にね。もうやっぱりちゃんとね、天井石とか入ってるから、見えてるからね。ちゃんとここ作ってんだよ。石像で、入れないか。なおなおなきまへんな。ここね、マステありますからね。ちょっと岩がね、岩に落ちてきそうやから怖いんだけど。よしよし。この辺にはね、100キロ、80キロいるんだけど、80キロあると。20メートルの円墳でね、高さが4メーター?どっから測って4メーターなんだろうね。下から見るとね、十何メーターかね。いや、やっと来れましたわ。これ、ずいぶん前から何回も来てんだけどね。結局わからなかったな。こういう感じのね、山で一番 最先端やね、見つけてあるんでね。もう時間の問題でね、危ないね、これ崩れるね、これ。はい、ありがとうございました。もう1年くらい前からね、こう、木があるって分かってんやけどね、横は通るんやけど、何回か通ってんだけどね。よいしょ、川がいっぱい。右手は川で刺されて、歩きませんわ。明治40年。明治40年の石碑がありますからね。あれが明治の大砲だそうです。ああ、いろんなとこ回ったけど、神社の大砲でどっか見たことあるかね。大砲があるの大概が、ねえ、お城で見たことあるよな。神社で見たことないよな。はい、終わりました。ありがとうございました。笛吹神社古墳でございました。車で長いことかかったんですよね。ずっと本殿見られて、本殿左奥ですからね。一回行くと簡単ですけど。